はいどうも、文からです。今ね、モンストでね、リアル版超獣神祭十二支最強層っていう投票を受け付けてるんですよ。で、今回はそれのね、予想していこうかなと思います。要は簡単に説明すると、本物の動物で走らせるみたいな本物の動物が走って、あの十二支の競争っていう物語があるでしょ、あれの最強層をするっていう感じで、これ出走獣は12種を代表する動物に猫を加えて13種とする。で、コースは障害物のない 50m の直線、動物同士の接触を避けるため柵を設ける、ゴールラインに体の一部が入った時点でゴールとし着順を決定する、レース期間はスタートゲートが開いてから15分とする、みたいな感じだね。で、コース全体はもうこんな感じになっていて、順番は左からネズミ、ヘビ、タツ、ウサギみたいな感じで、これランダムで決まったのか分からんけど、こういうのも結構重要そうだよね。で、ゴールの先にあるのはネズミが暗所、暗いところだね。ヘビが隠れミノ、タツが肉、タツはねワニだね。で、ウサギが仲間のウサギ、猫がマタタビ、犬がおもちゃ、鳥が仲間の鳥で、羊が仲間の羊、イノシシが果物、サルが果物、トラが肉、牛が牧草、馬が仲間の馬となっているわけだね。ちょっと俺これガチでちょっとね考えようかなと。で、1位2位を当てればね、3億円を山分け、当てた人で山分けだね。で、1位を当てたら投票したオーブの10倍をプレゼント、こんな感じなんですよ。で、モンストのアプリの中から応募できるんで、ちょっとやっていこうかなと思います。で、パッて見た時に俺馬が速いかなと思ったけど、あの競馬とかの馬って人が乗ってパンって蹴るけ走るんだと思うよ。じゃあそうでもないかなと。で、牛もね、そんな速いイメージなくない？ないよね。トラ走って肉行くかな。ネズミもちょっと速いかもしれんけど、暗所に行くかっていうところはあるよね。多分夜走るんだと思うよね。で、ライト照らされてるけどうなんだろうね。で、ヘビもそうでもないでしょ。なんかヘビもネズミがね、横におるネズミが見えたらどうかなと思ったけど、壁があるらしいけないかなと。ワニだよね、問題はワニ。これが結構クセモノだよね。タツね。ウサギもそうでもないかな。猫もまたたびに飛びつくってことはないでしょう。犬のおもちゃもどうなんだろうね。犬のおもちゃどうなんだろう。まあ走りそうっちゃ走りそうだけど、俺の中での一番は猿なんだよね。猿、果物見つけたら俺走っていく気がするんだよね。猿、イノシシもそんな走らんのんじゃないかな。トン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 ぐらいじゃない。あと鳥ね。鳥か、鶏もそこまで走って仲間の鳥に行くようには思えんのんだよね。で、羊が意外とね、俺ダークホースだと思ったんよ。なぜなら羊って群れで多分行動するよね、割と。なんかさ、牧場におる時も羊って仲間の羊のとこにトン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 若干小走りで行く感じはあるんよね。そうなんよ。俺結局1位は猿だと思う。猿が来るんじゃないかなと思っております。猿だろう。猿が1位で、2位だよね。問題は2位なんよ。これ2位で怪しいといえば、やっぱ犬、羊、イノシシ、このあたり怪しいかなと思うんだよね。ワニもちょっと臭いな。ワニも臭いな。みんなお腹空いた状態なんかどうかっていうところも大事だよね。ワニかな。羊、俺あえて羊でいこうかな。そうだな。よし、じゃあ俺ちょっと決めた。文からの1位猿、2位羊でいこうかなと思います。多分ね、羊を選ぶ人ってあんまおらんと思うけ、俺これ来たら3億円いただけるんじゃない。同じ考えの人いっぱいおるか。じゃあそれでちょっと応募していきたいなと思います。さあ、ということで、1着が、予想1着が俺は猿だね。で、2着が羊で、これでいこう。投票するオーブ5個までかけれるんかな。投票するオーブ5個だね、間違いない。じゃあこれでいきたいなと思います。投票後の変更はキャンセルできません。確認のために下に表示され、あ、ちょっと待って、それちょっと待って、はい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 、 OK、 投票完了しました。よっしゃー、いったぞ。そうそう、次の超獣神祭ではノストラダムスが出るらしいよ。そうそうそう、それがあるんでね、オーブ大事に貯めていこうかなと。15個あるんでね。
いや俺今回は引かないよ。だってさ、俺この下のさ、異彩幻想図書館ってやつで、実はね、もうこのゲーテをね、引いてるんすよ。なんでね、今回は引くよ、一回だけ引く。この上のやつ引くね。これで終わろう、動画。引くさ、引かないわけないだろ。まあ見とってくれよ、俺の運を。さあさあ、この動画の結末はいかに？なんか地味すぎて何も言えんくなっちゃった。ということで、文からでした。バイバイ。